はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルディオ編、究極こちらのフロア3ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー、ユカコですね。黒ユカコ、殺しに来てくれよ、私のためにさっさと答えてよ。移動距離、ADK ブーストですね、アップですね。そして、エキスパバニラですね。馴染む肉体、血管張りの結界、クローズ属性とスピードブーストですね。そして、シーザーですね。降臨シーザー、永遠の誓い、オーブラボーですね、をつけてます。そして、ゲストはイバラディオですね。イバラディオを連れていきます。はい、では参ります。リーダーにユカコにしてるのは、保険のためですね。保険のためにユカコを連れてきています。あんまり保険は必要ないんですけどね。まずは、エキストファリアでジョーダンを倒していきます。オラタロウでもいいんですけどね。オラタロウの場合はジョーダンアビーがなかなか、残しておきたいという理由もあって、つけにくいのもあるので難しいかなという感じですね。移動距離も伸ばさなきゃいけないですからね。さあ、最終ラウンドですね。最終ラウンド、永遠の誓いが、発動ですね。そして、いきなりシーザーです。そしてエキスコパリナに気をつけて、あそこだ。そして、攻撃を仕掛けてきますが、倒れちゃいましたね倒れちゃいましたね。まあいいでしょう。さあ、エキスコパリナでまずはジジイですね。ジジを倒しておきましょう。これはイギーも倒せるかな。イギーは倒せそうにないですね。倒せてないですね。ダメでした。アブドゥルは簡単に倒してました。さあ、今度はイギーです。イギーを倒しましょう。倒せましたね。イギー倒せました。あとは待つだけです。イギー走り回っております。走り回っております。イギー、そろそろ止まってもいい。あ、止まりましたね。よかったです。さあ、増援ですね。増援、まずは倒しておきたいのが、ギサリサ先生ですね。ギサリサ先生を倒しておきましょう。ギサリサ先生が下手に、残ってしまうとカウンターがね、ありますんで、コンボするカウンターがあるので即死状態になりますので、なるべく、ギサリサ先生からを選択するようにしてください。これはもう全員倒せたような感じですね。あら、まだワムも倒せましたね。ワムを見てなかったです。さあ、これで倒せましたね。はい、続いて増援ですね。最終増援ですね。ここでね、シーザーバフが前回は切れたのですが、超強化のおかげで3ターンになったので、難敵のカーズがすぐに解けちゃいます。これは本当に楽ちんになりました。シーザーの強化ありがとうございます。3ターンなんて本当にありがたいですね。はい、無事ですぐクリアすることができました。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、第4フロア、こちらを攻略していきたいと思います。では
ラーサバ対